新潮カパン、ササピー先生日本語会話チャンネルのお時間です。本日のテーマはこちら。発音クリニック第6弾。本日も元気に発音していきましょう。では、いきます。はい、他動詞、自動詞のアクセントは基本同じです。動詞部分の中、すべてにアクセントがきます。ドアを開けます。ドアが開きます。電気をつけます。電気がつきます。音楽を聞きます。音楽が聞こえます。しまいましたの発音は、まいましがアクセントですが、最後のしは少しだけ下げます。また動詞はいつも通り中の部分を強く発音します。正しい発音。宿題を忘れてしまいました。宿題を忘れてしまいました。時間に遅れてしまいました。時間に遅れてしまいました。間違い発音。忘れてしまったんです。正しい発音。忘れてしまったんです。強く発音するのは、まだけでなく、待ったまで強く。で、最後のんを大きく下げます。宿題を忘れてしまったんです。宿題を忘れてしまったんです。間違い発音。もう、まだ、もう、まだ。正しい発音。もう、まだ、もう、まだ。アクセントは二つとも最初にあります。で、もうのうは、おに近い発音で大丈夫です。もう、もう、もう、宿題をやってあります。まだ雨が降っています。もう宿題をやってあります。まだ雨が降っています。はい、視聴者の HH さんからいただきましたリクエスト。ずとつ。ずは喉から口下にかけて振動するぐらい強く発音します。ず、ず。つは、ずよりも軽く、口を少しつぼめて、息を多く吐き出します。つ、つ。皆さん、この言葉を何回も練習しましょう。一つずつ。一つずつ。一つずつ。はい、本日はここまで。30番のずとつは視聴者さんの、リクエストなんですけどね。リクエストありがとうございます。正しい発音とその仕方を今後もどんどん取り上げていきますんで、皆さん発音しづらい言葉どんどんコメントくださいね。お待ちしております。では次回の授業もお楽しみに。変化プライカッパンランサーをモッハイバートゥエポイシンカムバイバイね。